と頑張るけ。イラスト頑張りやす。もう髪がね、お風呂上がりだから顔にひっついてペタ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 する。ペタ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 も。お誕生日おめでとうございます。8月5日めでたい。ちょっとイラスト頑張るね。このクマ、いや、いける。ん？どういう仕組みになってるこれ。あ、ちょっと待って待って。ふぅ、よ、クマクマクマ、ラブラブな感じにかければ成功です。クマちゃん、いい感じよ、今んとこ。髪の毛ね、最近結びすぎて、なんかここちょっとなんか気になるなと思って、今日はおろしにしてみました。でも今日は宮島に行ったから暑くなるからポニーテールした。うん、そうなんです。パンちゃんいつもおろし髪だからね、ポニーテール見たいってこの間言ったら断られました。クマ、僕はクマ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 。お、いい感じ。あ、待って待って、イラスト描くのに精一杯すぎて名前描くところとか考えてなかったからちょっと大変なことになっちゃった。はい、いい感じだよ。めっちゃ暑かったですよ今日。あ、嘘、今日公開されたの48 times。 え、そうなんですか。そう、 AKB48 新聞さんにこの間取材していただいたってメールでお話ししたんですけど、今日公開だったんだ、知らなかった。皆さんぜひチェックしてください。また明日メールでお知らせしよう。今日はもう送れないので明日送るわ。知らんかったよ、ありがとう、教えてくれて助かりました。今日の服、今日は宮島はこれではいかなかったんですけど、お風呂入ったからちょっと目についたやつをピャーって着たら意外となんか肩がちょっと見え見えだって、ちょっとびっくりしているところです。こうさん、タワーありがとう。お誕生日おめでとうございます。わあ、字が汚い、やだやだ。やっぱ机買おうかな、ベッドの横に置く。空中に持ってね文字書いたらすごい汚くなっちゃう。みんなありますか、お家のベッドの横のやつ。2021年8月5日ちょっとイルカ描いてみてもいい？待って待って、やばいやばい。あ、待ってください。待って、なんかおまけつけようかなと思ってちょっとイルカに挑戦してみたんですね。またその前に、こうさん、タワーありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。ありがとう。違う、それだね。
と今日水族館行ったし、イルカでも描いてみるかと思って描こうと思ったんですよ。口パッチ生まれた。口パッチ爆誕って感じでした。人面魚的な口パッチみたいな生まれてしまいました。怖。ありがとうございます。クマのなんかこのクマちゃんのタワーがラブラブだったので、ちょっとラブラブにしてみました。なんか怖い、口から魂出てそうな顔してます。大喜利、新種の口パッチで一言使ってください。これぜひ。おめでとう、素敵な一年にしましょう。素敵な一年を一緒に作り上げていきましょう。怖いねこれ、写真撮っとくな後で記念に。怖い、怖すぎる、ホラーだもん。トゥルルルン、トゥルルルン、トゥルルルル、トゥルルルルン。今日はねパンちゃんが出かけるからと思ってパンちゃんっぽいスカートを履きました。あれ初めて履いたの、最近買ったんですよ。あ、またやっちゃった、またクレヨンを、クレヨンが、ああ、クレヨンが大脱走してます。大変大変。はい、はい、カピバラミキヤさん、バラありがとうございます。パンちゃん明日も行きたい、明後日も行きたい、なんかもう宮島に住みたいねって言いながら帰ってきた。もうずっとここにいたいねって言って帰ってきた。あとこの間さショールームで見せたさ靴を履いたんよ今日。そんだらね靴ずれしたんよ、めっちゃ痛い、なんか水ぶくれみたいになってる両足が。どうしたらいいんですか。私こういう水ぶくれできたらね切っちゃうんよ、ハサミで水ぶくれを。絶対良くないじゃないですか。どうしてんだみんな水ぶくれ。もう顔が丸丸丸子ちゃんだ。今日は1万3000歩歩きました。すごいでしょ。最近はここ最近ね4000とか、歩かない日はもう300とか、やばい日は2歩とか、そんな感じだったんですけど、今日は久しぶりに1万超えました。水を抜くの？針か、針か、裁縫道具から出してやるか。あ、安全ピンでいいのか。安全ピン買いました、あのね先週買った。2本の日あったんですよ、びっくりした。わ、昨日絶対全然歩いてないだろうなみたい な歩いて300歩ぐらいかなみたいな思って、ちょっと噛んだけど300歩ぐらいかなと思ってみたら2歩とか。え、2歩、2歩ってなって閉じた。2歩やばくないですか。スマホを持ち歩かなかったのかな、わかんないけど、びっくりした。こんばんは、みほ。みほは今日はさらちゃんと一緒だったからね。もうみほちゃん浮気者だ。私もパンちゃんといたけど、せっかく田中家に入れたと思ったのにまだだった。田中家入団テストがある。
頑張ります。ママの名前は何でしょうとかありそう。寂しい寂しい。そういえばさ、この間ミリアちゃんと一緒のお仕事だった時にミリアちゃんのブログを一緒に見たんですよ、過去のやつをなぜかミリアちゃんがなんかブログ見せてって言われて、ミリアちゃんのブログを2人で一緒に見てて、そしたらパセリの写真ありました知らなかった。24時間配信の時のミリアちゃんのブログにパセの写真が載ってました。パセおるやんってミリアちゃんびっくりした。本人載せた本人なのにびっくりしたから、皆さんぜひチェックしてください。めっちゃ後ろにちっちゃくいるだけだけど、ぜひ。美穂の家に住みたい。美穂のママのねご飯を食べてみたいんですよ私。そう、親友だからね。まあね、そう親友なんですよね。マーズミラーです。ちょっと似てない、さっきよりは。マーズミラーです。ちょっとダメ。あやぽーん、これは似てると思うんですよね本当に。あやぽーん似てると思うんだけどな自分では。クロさん、フリありがとうございます似てると思うよミリね。知らなかった。いやもう分かんなくなってきた。ミリアちゃんどんな喋り方してる。ちょっとメンバーのモノマネを本当にしたくて、これ去年からずっとやってるんですけど全然上達しないんですよね。誰が一番簡単なんだろう。誰が簡単ですか。誰かできる人いますか。披露してほしい。ゆりななゆりにはもう関西弁だからもう無理だ。りこちゃん、パシコちゃん、パシコちゃん。でも普段のりこちゃんのさ、パシコちゃん呼び多分誰も見たことがないから伝わらないかも。ゆりには難しい。やよちゃん聞いてくださいよ、聞いてくださいよえ難しい。笑い方できる、なんかこうやって笑ってるイメージがある、ショールームとかで。習得したい。誰かなんか歌真似とかでもいいんだけどな。歌真似はできる。今思えば何よそんなに。愛子が真似するリコちゃんのモノマネ。リコ氏とニマノです、ありがとうございます。そう、皆さんぜひミクちゃん見てください。リコちゃん今配信中。あ、サイカリの真似できるかも。パシパシこの間なんかさやかりんこれで何か渡したんですよ。ありがとう、バシェバシェって言ってたセンスゼロさん、金魚おみかんさん、うまい10個ありがとうございます。みんな甘々すぎん。ちょっとダメよ、もうちょっと極めたい。私は愛子ちゃんを超える、打倒愛子、愛子に勝ちたい。ユナのねえパセパセ、あれパセは、あ、いた。いつも言ってる、いつもパセリ探してる気がします。しんちゃんさん、スイカありがとうございます。みんな優しいんだね。ちょっとアイコの座を奪うよ。
モノマネ、サラちゃんのマネ、田中美穂田中美穂ね、パセリ難しい。え、だってさ、パセとサラちゃんが話してるとこ皆さん見たことないから絶対伝わらないもんな。伝わらんもんな。てかあんまりさ、ピンマイカーとか以外のメンバーと話してる姿皆さん見たことないよね。そういえば、そういえば、そういえばピンマイカーでもそんなないよね。ユナヤナとリコちゃんと話してる姿ぐらいしか見たことない。ミホリンとか、アイコの真似、アイコの真似できないな。パセリに立ち位置の確認してるやつ、あ、それ多分アイコちゃんのモノマネだ。そう、アイコちゃんがさ、あの伝説のやつあるじゃないですか、アイコのモノマネ講座、あれのサラちゃんめちゃ似てた。あとアンナちゃんめちゃ似てた。アンナはみたいなやつめちゃ似てましたよね。あれ全員似てたと思う。だパセリは、パセリの喋り方は自分では全然似てないと思ったんですけど、なんかメンバーみんな似てるよって言った。愛子ちゃん、愛子ちゃん写真撮ってもいい、愛子ちゃんみたいなやつ似てるよって言われました。私普段そうやってなんか喋ってるんだなと思って。なっちゃん、なっちゃんどんな喋り方する。難しい。なっちゃんもゆきりか難しい、難しい。みんな、愛子ちゃん、愛子ちゃん写真撮ってもいい、愛子ちゃんサヤン、サヤンむず。何言ってるかな。ももちゃんむず。私メンバーのことをさ全然見れてないんだな、モノマネができないってことは。メンバー愛をもっと極めていこう。そう、愛子ちゃんのモノマネはめっちゃうまいんですよね。いや、パンちゃんのはもう絶対できる。パンちゃん愛が強すぎて。でもパンちゃんのモノマネをよくサインとするんですけど、二人で遊んでる時とかにいつもね、サインと二人で、あの帰り道とかでもパンちゃんのモノマネをすることがあって、もうなんかもう最近はマスター、パンちゃんモノマネマスターなってる二人とも。だから今度バトルしたい、サインとパンちゃんモノマネバトル。似てるからね。ヤッピーヤッピー、え、私ですか、私ですか、違うんですよみたいな感じ。なんかむずい、むずいけど。私さー、パンちゃんいつもなんか私さーって言ってる。なんとかなよね。私さ、ダールさん似合う、可愛い、ありがとうございます。ハートもありがとうございます。本当に誰か一人を極めたいな。難しいとこ行きたい。じゃあ愛子ちゃんが10人やって、私が難しいやつを1人やったら私の方がポイント上とか、そういうシステムになったらいいなって思って。難しいとこ攻めたい。リンコ
難しい、むずむずむずのむずじゃん。みんな職場の人のモノマネとかするんですか？しないか。しないの？メンバーのモノマネとかしないんですか？ライブとかでなんかお友達と会ってしないか。しないか。しないよね普通は。先輩、ソラハさん、パイシパイシ、オキさんできない。何喋ってるか全然思い出せません。もういつも会うとき緊張してるから。むずいね本当に。人が普段どうやって喋ってるかとか全然思い出せないもん。改めて言われると。むずいむずい。じゃあ今度勝負しましょう。お話し会とかがあるとき、次みんなが誰かのモノマネ、メンバーのモノマネをして、私も同じモノマネをする。どうですか、バトル、モノマネバトル開催。だからそれまでにみんなは誰かメンバーのモノマネを覚えてくる。そしたら私が全部買っていく。むずいよね。でもそう、なしで今の取り消しです。今のあの1分半ぐらいの時間全部なし、なし。なしは英語でペア。この間ショールームで学んだなし。朝配信で教えてもらいました。なしはペアって言うんだよって。なんかさ、自分のモノマネをされたらさ似てないと思うじゃんか。似てないと思うけどさ、人が見たら似てると思うよね。ペア、 P-E-A-R、 ペア確か合ってる、多分ペア。朝配信で学んだんですよこの間。いやだな、なんかもう最近ね、8月に入ってからこの5日間筋トレをお休みしてるんですね。もう食生活がさ怠けるとさ、なんか全部のモチベが下がる気がして、筋トレをする気にもならなくて、今お休み中なんですけど、ちょっと今日から再開しようと思いました。困る困る。宮島水族館行ったことないけど、何か好きな動物いますか？ね、カワウソが可愛かったです。カワウソ可愛かったけど一瞬しか見てない。あとね、青ウミウシ可愛かったです。あとね、何だったかな、なんかめっちゃ可愛いのいたんですよね、忘れました。でもスナメリとカブトガニがいて長崎を感じた。長崎ね、スナメリとかカブトガニ有名なんですよ多分。わっ、あった、長崎だって。ラッコいなかった。ラッコね、あれです、多分日本にもうあと何匹かしかいない、もう絶滅危惧種みたいな感じらしい。ヒリアスミさん、スイカ30個ありがとうございます。あ、チアナゴいた、撮った写真送ろう今度、ブログかメールかで。チンアナゴのシュールのねやつがある。うん、そうだ、明日おはようメールはお休みです。午後送ります。お待ちください。
あの多分みんなさパセがいつも9時15分ぐらいにメール来るから、あれパセリ元気かなと思うと思うんですけど、明日はあのおはようメールないのでご心配なく元気に活動しておりますので午後お待ちください。よろしくお願いします。カブトガニよろしく。ごめんけどね、多分全メンバーなのでパセだけじゃなくてよろしくお願いいたします。多分なんでかはニュースとか見たらわかると思うのでよろしく。元気でいますので、なんか私が落とさないとよくあのドライブのチャットとかで元気ですか元気ですかってめっちゃ来るから一応言っときました。ジロ君ハート100個ありがとうございます。こんばんは。もう全部ミクチャで話しちゃったな。食べたものとか今日行った場所とかね。これ去年のお話し会で来たやつですよ。オンラインお話し会で去年の9月かなに来てたやつを久々来た。1年ぶりに来ました。いいでしょこれ。9月のね、いつだったかな、下に白いズボンを履いてた、白いパンツでこれ着てた気がします。また着るね、いつか。ちょっと髪で隠します。隠しちゃう。昼休みさん、ハートギフト10個とバラ20個ありがとうございます。隠します。でもなんかさ、こういうのなんかあれじゃん、この間話したさパーソナルカラーとかさ関係してくるじゃないですか。だからもう困るんよ、私はこの色が似合っているのだろうか、それとも肌がくすんでいるのだろうか、さっぱりわかりません。困ったな、もう今日が終わっちゃう。数時間前まで宮島にいたのに。この色合うのかな、分からん自分で。誰かいないんですか、パーソナルカラー分かる人、お客様の中にパーソナルカラー診断ができる方はいらっしゃいませんか。もう分かりません。ゆべ私マジですか、やっぱり思ってた。それはだよね。ウェーブ、骨格はウェーブです、確実にウェーブ。もうメンバーにも言われる、パセリ絶対ウェーブだよって言われるし、自分でもウェーブだろうなと思うぐらいにはウェーブ。腰の位置の低さとか骨盤のでかさとか足がすぐむくんで太くなるとか、なんか全部ウェーブって感じ。ウェーブ女です。いや何が一番いいんですかね。ウェーブ、ウェーブ。でも私がこの間オリンピックかなんかの画像を見て思ったのが、バレーボールかなんかで海外の選手がすっごい、海外の選手と日本の選手が並んでて、
なんかもうなんかウェーブとか言ってる場合じゃないなと思った。ウェーブとかでそうやってもう身長差がめっちゃあったりしたらウェーブとかもう関係ないなと思ったんですよね。結局もう分からんよね、服着たら。あれコラかな、すっごい身長差すごい、そのどっかの国の選手の腰ぐらいに日本人の頭があるみたいな感じのコラ画像かなみたいなやつをこの間友達が送ってきたんですよね。見てって言ってそれ見た時になんかウェーブだとかストレートとかもナチュラルとかも関係ないなって思った。身長伸ばしたい、どうしたらいいんだろう。牛乳ですか、牛乳って太るんですか、飲んだ方がいいですか。誰か牛乳マニアの人いる。いないか、酪農家だよみたいな人いないか。わウェーブ、わわわ牛乳、牛乳さ一人暮らしになって買わんくなったんよね。飲みきれんくないですか、大きいやつパックの。でもだからといってちっちゃいやつ買っても足りないから困る。寝てるか酪農家。牛乳ってさ、いつも思うよ、焼肉屋さんとか行くじゃないですか。で食べ放題とかに行ってさ、タンとか食べるときに本当に一生このまま供給と需要と供給はちゃんと成り立つんだろうかって思う。私は牛乳とかも心配になる。大丈夫ですか、こんなたくさん食べて。私がハイウエスト、また下めちゃめちゃ短いけど、なんかハイウエストにしようとしたらさ、また下短すぎてさ、おーってなりませんか。わーってなりませんか。わおーってなる。大丈夫なの、焼肉食べても。でもタンってさ、あれでしょ、分厚いやつを薄く切ってるんですよね。牛乳は毎日絞ってあげないといけない。そうなの、牛大変だね。タンばっかり注文したらお店が困ります。そうなの、タン焼肉食べたい。ちょっとソラハさんに焼肉行きませんかっていうかな。でも忙しいか今フーさんの。待ってくださいよフーさん、実感が湧きません。フーさんこんばんは。フーさん、フォーが先にいなくなるちゃうじゃん。やだやだ。そうなんよ、あと2日でふうさんさようならなんですよ。かなぴーです。だってね、そのセルアミで同じ役してからお話をする機会が増えてなんか増えたえーって言っちゃった。増えてもっと仲良くなりたいと思ったら、まさかのそうセルアミ期間中にも発表があってさ、
発表があった時にね、ショールームで発表でしたよね確か。なんか重大発表がありますみたいなあってさ、だもしかしてと思って配信見てて、ふうさんのその発表の時ので、発表があった瞬間にあのセリフを送りました。納得してないんだけどって送った。だってもうびっくりでしたもん。あとインタビューも読んだ今日、ふうさんの卒業の記事見ましたか？みんな今後についてみたいなやつ見て寂しくなりました。 SNS もしないって書いてあった。いやー寂しいわ。おみかんさん、うまじょこありがとうね。なんかアイドルって儚いな、ずっとずっと一緒にいてくれると思ったのにって、もうなんかセリフみたいな気持ちになる。寂しいものですね。でもさ、もうずっと長年アイドル応援してる方とかはさ、そういう別れとかをたくさん経験されて強くなっているのですか？でもそれぞれなんか毎回寂しい思いが違ったりするよね。思い出があるよね。ね、推しを忘れるときに推せって言いますけど、なんか私はそれをねアイドル側が言うのがちょっとめちゃくちゃ嫌で、なんか未来がさ、未来がない、なんて言うんですか、もういつかいなくなるから応援してくださいっていうのはなんか納得がいかなくて、私なんか未だにその言葉が、ファンの方が言うのはすごい素敵な言葉だなと思うんですけど、アイドル側がなんか言うのがなんかちょっとまだ飲み込めてなくて、だから私はこれからも使わん気がする。伝わる？私の言いたいこと。なんか寂しくなるじゃん、そんな未来のこととか言われたらねえ、しんみりってなっちゃう。ハリーポッターメガネのひげおじさん、スイカありがとうございます。ひりやすみさん、バラ10個ありがとうございます。そう、なんかもうねね、そういつかはそういうのがあるっていうのはまあ仕方ないというか、まあ、そりゃそうなんですけど、なんか違うねって思うけど、それを言ってる人を否定してるわけでもないです。私はっていうだけ。カードリさん、レインボースターありがとうございます。そうだよね、今を楽しんでいきましょう。ゆきりか子になってたよって。ゆきりか違うよ、今ねゆきりかの名前リカチになってます。今日お父さんが対戦したらしくてリカチだった、スクショが。そう、まあ私の意見ですな、人それぞれ意見があるので。ケンタさん、かわいい、ありがとうございます。いや、お父さんね結構当たってた。今日なんかゆきりかと当たったよって来た後になっちゃんと当たったって来たんですけど、 なんかなっちゃんの名前が渡辺なっちゃんだったんですよ、あの七並べの名前が。
なのになんかわっちゃんとか勝手にまた変なニックネームつけてて、わっちゃんと当たりましたって言ってました。リカチはレイカちゃんがリカチって呼ぶんですよ。だからリカチだと思う多分。広重さんありがとうございます。山猫坊主さんスイカ塾ありがとうございます。そうわっちゃんって言ってた。渡辺なっちゃんって書いてあるのに、渡辺漢字なっちゃんひらがなで書いたのにわっちゃんできた。お父さんのセンスがちょっと他方とか他方。この間美穂ちゃんといるときに、あの他方といるよって送ったら、今日から他方推しになりますって言ってました。そう、レイカちゃんはパシェを作ったのレイカちゃんだし、結構なんか珍しい呼び方で呼んでるかも。リカチでもなんとかチで、なんとかチが多いかも。なんとかチ、なんとかチャのチャのチかな、わかんないけどよく聞きます。今日そう、あやパンと今宮島におるよって送ったら、あやかってきた。そう、田中美穂の中身を抜いて、中身ちゃんの中身を抜いて他方です。他方他方他方パちゃん、私最近パちゃんって呼ばれるからなんでかわかんないけど、リネタンはパーちゃんって呼んでくる。パーちゃん一人だけずっとパーちゃんって呼んでるんですよ。リネタンずっとパーちゃん。あとおはようって言ってくるときに、あのお昼に会っても夜に会ってもおはようって言うんですけど、メンバーとはおはパセリーって言ってくるんですよ。もう勝手ななんか挨拶作ってて、おはパセリーってしんちゃんさん、スイカありがとうございます。 1,2,3,4,5,6,60 個ありがとうございます。タホなんかメンバーのニックネームがどんどん変わっていくから、もう誰のこと言ってるか全然わかんない。だからそう、もうわかんなくなってくるよね、みんなも。パーちゃんとパちゃんとパセとパセコ、パセコが気に入ってる私。パセコ、パシェ、パチェ、パセッコリーもいる。どん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 増えていきますね。困りますね困っちゃうね、みんな。ファンの皆さんが困るね。もう誰のこと言ってんだってなっちゃいますね。頑張ってください、頑張って覚えましょう。こんばんは。困るね、頑張って。誰と誰がどのニックネームが同一人物なんだろうっていうのを見極めてください。でも私はそんなあんまり変わった呼び方をしてない、最近は。最初はヤンちゃんとかシャヤンとかなんだタカオとか呼んでたけど、いろいろヤンヤンとか呼んでたけど、最近はサーヤンだからちゃんとみんなもう分かるじゃないですか。パンちゃんはパンちゃん、パンちゃんかパンコです。パン粉で、あとはだいたいみんな伝わる感じ。パシェ、最近さ、最近パシェって呼ぶ人少なくなりませんでした？なんかパシェ全盛期、パシェ第一ブームの頃は
第一次パシェブームの頃は全然パセリに興味がなさそうな人、興味なさそうだなと思ってる人とかも、他のメンバー推しの方とかでもパシェってパシェって言ってたのに、最近なくて寂しい。第二次パセリブームが起きてほしいんだけど、パシェ。あ、確かに私最初はシミサラのこともサラちゃんって呼んでたんですけど、もう噛んじゃう。最近シミサラになった。サラちゃんが最近、その清水サラちゃんが自己紹介 MC でもシミサラことって言うんですよ。だからシミサラって、なんかパシェ、そうニコ生のさ、パシェコメントがびっくりした。この間のクアトロかな見てて、パシェ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 、そういうさ、あのパシェパシェ係みたいな人がいるんですかね。なんか回し物、パシェ回し物みたいな。私じゃないですよ、私は別に誰かにお金を払ってパシェってコメントしてとか言ってないんですよ、絶対に。そんなお金があったらアイス買うので言ってないんですけど、もうすっごい それを疑われるぐらいにはパシェパシェパシェってやって嬉しかったけど、パシェね、パシェ多い、びっくりした。この間見ててめっちゃパシェパシェ言っていると思って。パシェブーム、みんな一生ブームでいてほしい。新鮮フレッシュパセリでいてください。みんな、私も頑張るから、フレッシュに。パシェ、みんなパシェって、なんかね、パシェ、もう定着してるよね、パシェ。でも最近さ、全然呼ばれんよね、メンバーからも。みんなパセリパセリパセパセコパジャンって感じで、髪の毛が鼻に入りそうだった。危ない、寂しいんですよ。私はみんなの心のパシがいなくなってて、行方不明。昼休みさん、ありがとうございます。なんでブーム去る、なんかみんなすぐ飽きるじゃないですか、世の中の人間は。タピオカ、あんなにさ、タピオカ屋さんにあんな暑い中並んでたのに、もう最近行列なんて見ないですし、みんなさ、すぐ次の何かに行っちゃうから、もう私はタピオカと同じ、そんなレベルではない、競えない。タピタピ、この間メンバーが飲んでたタピちゃん、マリトッツォ、絶対もうマリトッツォもみんな飽きてるでしょ。何が流行ってるんですか今、世間は、世間的には。ナタデココ美味しいよね。待って、私こんなになんで飽きるの人間みたいな、人間どもみたいなさ、第三者みたいなこと言ってたけど、人間なのに。今日ね、パンちゃんと遊んだ帰りにもう炭酸が飲みたくて、炭酸飲みたいと思ってゆずレモンの炭酸を買ったんですよ、お店で、コンビニで。一口で飽きちゃっただからずっと重たい 500ml のペットボトルを一口飲んで、ずっと手に持ってね、重たかったんだ。
もうすぐ飽きるよね人間って。本当に私も炭酸は、炭酸さすぐ喉がなんかシュワ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 ってなるじゃないですか。あれがあれがちょっとなんで買ったんって感じだけど、飲みたい時あるやん炭酸。炭酸飲みたい、買おう、満足、終わり。マリトッツォのことをマオリッツォだと思う。何ですかマオリッツォって。まずくなかった、めっちゃ美味しかった。美味しい美味しいけど、もう炭酸のシュワシュワに喉が、なんか喉がおばあちゃんなのかもしれない、私の喉が勝てなくて、もうずっとシワシワで刺激されてダメだった。でもね、オートミールはずっと飲んでるじゃない、食べてる。オートミールは飽きない。アイスも、アイスはちょっと飽きかけてるんですけど、正直食べ過ぎてね。今日もさ、今日もたくさん食べてるから、まあ、ちょっとうんって感じなんですけど、最近ね、内緒ね、これアイスキャラ、アイスキャラって言われたくない、アイスガチなんですけど、ちょっと食べ過ぎてね、内緒にしてください。あと今日もめっちゃでっかいソフトクリーム食べたんよ、2個、クラゲとあのベイクのチーズタルト屋さんのでっかいやつ食べたから、それで満足したっていうことです。クラゲめっちゃ美味しかった。え、あれも美味しかったんよ、スナメリドーナツ食べて、みんな宮島行ったらスナメリドーナツ食べて、なんかパンちゃんはねカワウソの方が食べたかったらしいんよ、キャラメルの、けど売り切れとってなくて、スナメリを食べたら中からねアーモンドが出てきた。それでね、恐ろしいんですけど、みちゅさんのツイッター見てほしい、みんなみちゅさんのツイッターのさメディア欄からスナメリドーナツ見てほしいんですけど、めっちゃ可愛い顔してるんよスナメリ、めっちゃ可愛い顔してるのに、もうねびっくり、543キロカロリーもあったんです。ありえなくないですか、えっと思って、500、え、ラーメンとかと同じとかね、コンビニの焼きそばでも今日見に行ったら、見に行ったんですよ、焼きそば食べたいなと思って、でも我慢したんですけど、結局300だったんよその焼きそばコンビニの、えっと思って500、ってなってちょっと怯えてます。おすすめのアイスはベイクのミルクソフトみたいなやつ、ちょっとお高めのやつが美味しい。そう、焼きそばに、勝ってた、びっくりしました、ほえーってなった。あやぱん、なんかあやぱんと同じやつを食べてたんですよ。で私が最初に気づいて、パンちゃんがいただきますって言った瞬間に、ねえカロリー見てって言って、カロリーを見せて、カロリーを味わって食べました。もう今日はいいよねって言って、今日はもう宮島だから、もう現実を忘れるって決めたからいいよねって言って今日は食べたんですよ。でね、帰りにね、握り店を食べるかずっと悩んでて、いやでも暑いけんねって、暑いしもうちょっと冷たいものがいいよねって言って我慢したんですね。そしたら帰りのフェリーとか、もうずっと電車の中でもずっと握り店食べたくて、パンちゃんも私も握り店食べたいってずっと言ってて後悔してるんですよ。だから今すぐ宮島に行って握り店を食べたい気持ち、めっちゃ美味しいんです。海を渡ったから0キロカロリー、本当？握り店めっちゃ美味しい。
前にサヤンとね愛子ちゃんと行った時に食べてもう感動したんよ。もう目の前で揚げてくれるし最高なんよ。食べてください。本当にパセリ推しの人どんどん太ってっちゃう。私がすぐさあれ食べろこれ食べろって言っちゃうから本当にごめんなさい。健康診断に気をつけてください。申し訳ない。握り天はね、なんだろう、細長いやつ、細長いスティック状の揚げ物。スーパーとかにさある野菜天みたいな感じの、すり身揚げみたいな感じのあるじゃないですか、野菜天。あれを細長くしたみたいなやつがあって、味がいっぱいあるんですよ。チーズとかベーコンとか、ベーコンチーズみたいな、なんかあるんよ。アスパラとかめっちゃ美味しくて、そう、でも喉が渇くかな、暑いかなと思って我慢したらずっと後悔してる。めっちゃ長いですよ。ぜひ食べてください。宮島結構揚げ物多いよね。揚げもみじとかドーナツも揚げてるじゃないですか。ドーナツ、揚げもみじ、なんかもみじパイみたいなやつもあった。違う、クロワッサンもみじだ。クロワッサンもみじとかもあったし、あとね、今日宮島行ってびっくりしたのが、鬼滅のグッズ屋さんがめっちゃあった。もうなんか宮島まで鬼滅が来てたよ。いっぱいあった。なんかね、アニメ放送祝いみたいなポップが貼ってあって、鬼滅のグッズがめっちゃあったから、うわこれサヤン来たら喜ぶだろうなと思って見てました。めっちゃ鬼滅があった。あのさ、リコちゃんの好きなさ、あの煉獄さんの写真だけがその食べ物屋さんの入り口に貼ってあったりとか、びっくりだった。握り店屋さんは、私が食べたのはね、あのリラクマカフェの向かいで5月の時食べました。リラクマのカフェがあるんですよ。その横にレモンソーダ屋さんがあって、それは愛子ちゃんとサヤンが前食べてたじゃない、飲んでた。ねずこいた。アニメいつからなの結局あれ、鬼滅秋って言ってましたよね。秋、もう秋ですか。もう秋、夏、まだ。え、そう、煉獄さんうまいって言ってました。宮島水族館は絶対に入り口で、8月中に行く人は入り口であのクイズシートもらってください。絶対にみんなでみちゅさんのポスターを狙いましょう。どうしよう、本当に来たら、当選したら気まずい、申し訳ない。もう そうだった、夏の瀬戸内ツアー中だった。夏でした。鳥居はまだ工事中です。あ、そうそうだ、宮島に行くフェリーはね2個あるんよ。2種類あって、でやってる会社が違うらしくて、で右側にある、向かって歩いて行って右側の方から乗るとその鳥居の方を回って行くらしい。鳥居の近く回って到着で、左側のやつはまっすぐって言ってました。今日聞いたら JR と広電かな、わかんないけど、なんか2社があって、出発時間もちょっと微妙に違います。5分ずつぐらい。
でね、やよちゃんとココアさんのポスターがあるんよね。今日見つけれんかったけど、この間5月行った時あった。宮島に行くフェリーの受付のとこにやよちゃんとココアさんいたから、うわーなった。あとエディオンに行く人は、エディオンの前にあるさ、神谷町東じゃないや、神谷町西の電停に路面のココアさんとヤウちゃんいます。今日撮った写真、ポスターのみの。ヤウちゃんいますのでぜひ見てください。で、そのあれです、そのエディオンの大きいモニターでたまに STU 流れてる。輪になれ広島って言ってるやつが流れてる。ジョニーさんハートありがとうございます。可愛いからついつい写真を撮ってしまいますね。毎回なんかさ、本人じゃないのに撮っちゃうよね。ポスターの中にさ住んでるじゃないですか、ああいうのって。ポスターにの中にもいる、ポスターの中に住み着いてる静止画の 2D のメンバーだけど、なんか嬉しくなって撮っちゃうよね、いつも。今日もみちさんの看板とめっちゃ撮っちゃったもん、ツーショット。ジョニーさんハート100個ありがとうございます。ポスター、やっぱポスターって嬉しいよね、街で見かけると。私もいつかポスタードーンって乗りたいな。何のポスターだろう、私が乗るとしたら。アイスかな、アイスか。でもくれぐれも指名手配とかで乗らないように気をつけたいと思いますよね、皆さん皆さんもとか言って、急に道連れにしてすいません。私そういうポスターは大丈夫、ちゃんと堂々としたポスターがいいです。あ、えいたよ今日。そう、福田さんと思ったよ、みんながいつも言ってるから。こんばんは。めっちゃグーグーなっちゃった。お腹空いてきた、あんなに食べたっていうのに。わあ、浴衣姿のポスターいいですね。良い、ポニーテールがいいな。え、今日めっちゃ焼けたんです。絶対焼けた、伝わらない焼けた。困るんよ、マスクしとるやん普段。やけんさ、顔は焼けんのに手だけ焼けるから、ファンデーションの色を白くしてる人になっちゃって困るんです。全然もうなんかファンデーション塗る場所ここら辺だけなんですけど、こことか鼻とか、だから元がもともと白いだけなのに、手とかが焼けるとなんかファンデーションで頑張って白くしてる人になっちゃって、なんか気まずいんよね。こうやってショールームとかでこうやって手出した時とか、日焼け止めしてる、日焼け止めしてますよもちろん。みんなそんな太陽を舐めちゃダメよ、もう日傘も差してるよ、してますよちゃんと。そんな太陽にさ、こう丸腰で向かっていけるあれはないから。 UV カット機能搭載してないです私、だからちゃんとやってる。やって焼けるんですよ、だから困ってる、もう対策しようがないから。そうよ、太陽はもう強いんよ。
もう私が UV カット機能搭載されれば解決するんですけどね、ちょっとまだ人類のね進化が追いつかず、まだ未搭載です。これから頑張ります。そうだよ、もう引きこもるしか。あ、引きこもるといえばなんか今日面白いね刑事ドラマやっとった。引きこもり係みたいな刑事ドラマがやってました。めっちゃ面白くて見ちゃった。メイクしながらたまたまつけてたら流れてて面白かったから毎週予約にしました。来週も見るんだ。刑事ドラマ。あとなんか昨日お母さんから科捜研の女の映画見に行きたいって来てた LINE が。お、昨日熱中症なりかけて経口補水液の話を思い出して飲んだら回復しましたね。そうよ、経口補水液めっちゃいい。一家に何個か置いとくといいと思います。うん、ね9月だったかな、科捜研のドラマじゃなくて映画。でも私映画館怖くて行けないからちょっとえ、あ、そういえばね今日ね水族館行って映画館の匂いがしたんですよ。で、うわ私映画館行けるかもと思ったの、一瞬映画館克服できるかもって思ったんですけど、ちょっと今帰ってきたらやっぱ無理かもってなってる。経口補水液は元気な時に飲むとまずいけど熱中症の時に飲んだらめっちゃ美味しいです。めっちゃアクエリとかと変わんないけど、なんか何もない時に飲むとめっちゃまずいです。めっちゃもうなんかうおーってなるけど、それで判断してる自分が今熱中症かどうか一口飲んで判断してます。味あるよめっちゃ、なんか変な感じの、なんかねなん、アクエリとかと思って飲むと味が違うって思うかもだけど、なんだろう、飲んだら分かります、こんな味なのかってなると思う。補水液っていうけど全然ね味はある、水だけど味はあるというか、うん、不思議な味、初めて飲んだ味でした。でもこの間熱中症になった時飲んだらめっちゃ美味しかった。もうめっちゃアクエリじゃん、ポカリじゃんと思ってガブガブガブって飲んでた。びっくりした。だからもしみんながなんか体調悪いなって時は飲んでみてください。私すぐさおすすめするよね。別になんかねお金とかもらってないですよ会社から。大丈夫だよみんな、ステマじゃない、ハッシュタグ PR とかでもないです。安心してください、副業とかじゃない。回し物じゃない。でもアイスのさ、アイスの CM とかしとる人さ、毎年なんかあるんかな、アイス1年分とか。よくないそれ、アイス1年分欲しい。私の1年分何個か分からんけど。でもああいうのってさどこに保管するんやろ、もらえるのかな、ああいうのって。芸能人のめっちゃ CM 出てる方とか家中になんかいろいろあったりするんかな、気になる、気になります。
あ、確かに他のメーカー食べれなくなる。確かにね、大変だそれは。あ、月々送ってくるのかな。ああ、なくなりました、来月は何個お願いしますみたいな。へえ、マック1年分、やばいね。たこ焼き1年分いらん、そんな。1週間に1回でいいや、とか月4個でいい、いや月2でいいな、月2で。たこ焼き大好きだけど、だって毎日はちょっと1日10個入りを週2じゃない、月2で1年だったら24個どう？いや毎日はちょっと困っちゃう。アイスも毎日、なんか私がアイス好きって言ってるのは我慢してるから多分言ってるよね、最近思ったけど。毎日食べてどうぞって言われたらもうなんかやっぱ甘の弱なんよ、本当にダメって言われたらもう食べたくなっちゃう、そういうとこあるからね、本当によくない。あ、240個、なんで月に2回、月2で12ヶ月でしょ、24個じゃないの、あ、違った、ん、月2で2、24個じゃない、24個だよ、あの1個、あの入れ物で1個、1箱10個っていうのはあれです、1船に入ってる丸々が1個、あれは1個じゃなくてあの船で1換算です。船で1換算だよ。こんばんは。同じアイスを1年、あ、そっか、そうですね、それも困りますね。結局何でもなんか取りすぎは良くないってことですね。ちょうどいい適量を食べるのが一番。うん、それにつきます、適量が一番。何の話、本当になんかついてるからちょっと今剥がしてます。なんかついてた番号が、見て、何の番号これ、リップの番号かな、謎の暗号が出てきました。 D20T05、 何ですかこれは、誰か解読してください。D2OTO5、 違う、 D20T05 だ、 O じゃなくてこれは0でした。管理番号、ロット番号、意味ないってこと。サクレ、まだ食べれてない私、まだ食べ、2020年ってこと、2020年5月にこれ作られたの、最近買ったのに、結構前だね。これは
ジューシーパン、ジューシーパンスパークリングティント RD01 番。パンだって、パンちゃんだった。あー、回収するやつか、よく CM でやってるやつですね。こんばんは。じゃあ剥がしちゃいけないやつですか、もしかして。もうつかなくなっちゃったので、さよならしてもいいですか。大丈夫なやつ、やばい、さよならしますね、ゴミ箱に。さよなら D20T05。 でも私さ、こうやってなんかもうこれ使わないだろうなとか思って捨てたりとかするじゃないですか。その数日後とかに、あ、あれが使いたいってなる時があるよ。フラグ回収みたいなのが人生でよくあって、ないですか、みんな。フラグみたいなことない。あ、あれ取っとけばよかったみたいな、あるよね。コキンさん、ハート10個ありがとうございます。みんなあるよね。なんでだろう、人間のバグ。バグ。この間リコちゃんとさ、アイコちゃんとかき氷行った時に、ペットショップみたいなところがあって、チラッて見たら、めっちゃ可愛いねパグがいました。可愛かった。あとリコちゃんの、なんかリコちゃんのお気に入りのワンコがいました。名前忘れたけど、なんかすごい珍しい名前だった気がします。なんだったかな、なんかなんだったかな、忘れちゃった。あ、ガブリエル、そうです、ガブリエル紹介された。これが私のガブリエルって言われて紹介してもらいました。ガブリエルは、犬種はなんだ、犬種なんでしたっけ。すごい可愛かったんよね。でも寝てたんですよ、ガブリエル。フレンチブルか、ガブリエル。なんでガブリエルって言うんだろう。リコちゃんは実家でもね、飼ってる、いろいろ。なんかブログでね、紹介してましたね、この間。家族を紹介しますみたいな。ガブリエル、え、私だったら なんてつけるんだろう。ガブリエルってなかなか珍しくない、ガブリエル。しかもしかもペットショップにいるワンコにもう名前つけちゃって。あ、そう、チェスナくん、リコちゃんちのワンコ、チェスナ。なんかリコちゃんいろいろ買ってる、実家で。みほちゃんもワンコ飼ってる。みほりんのお家は、あ、そう、りこちゃんうさぎも飼ってる。そう、うさぎちゃんもいますね。くんかな、わかんないけど、うさぎも家族。みほはダックスフントを飼ってますね。名前がももちゃんだったかな、なんだったかな、なんだったっけ。ちゃんとくんがいるって言ってた。なんか名前忘れたけど言ってました。うさぎ、うさぎって大変そう。うさぎって寂しくとさ、寂しくとじゃない、寂しいとさダメみたいな聞くじゃないですか。モカとモモ全然違うじゃん。私、あ、合ってた、モモってたっけ。私、こんばんは。ウサギ寂しいとダメって言うけど、ひなさんウサギ、え、ひなさんのウサギめっちゃ可愛い。クシュちゃん具合悪くなるんだ。いやー、そうなの、やっぱ大変よね。
命。私はね、何も飼ったことない。お家が禁止だった、ペット。ちっちゃい頃はちょっとワンちゃんが近所のね、幼なじみのこのお家にワンちゃんいて、よく一緒に散歩とか行ってて、そう、じゃがりことか買いに行く時に一緒にね、犬も連れてってね、散歩とか行ってたんですよ。タマちゃんっていうお友達タマちゃん。だから私さ、ずっとちびまる子ちゃん見ると思い出すんよ、タマちゃんのこと。だから自分はまるちゃんの気分だった。ずっと私自分のことまるちゃんと思ったんですよ。なんか仕組みが分からんくて、人間界の名前が同じ人はみんな同じと思ったから、私タマちゃんはタマちゃんを題材にしたアニメと思ってて、よくわかんない思考をしてたんですよ。だから自分はまるちゃんと思ってた、ずっとね。たまちゃん、たまちゃん、最近っていうか中学校卒業してから一回も会ってないんです。家が隣なのに。恐ろしくない？一回も。仲が悪いとかじゃなくて、もうお互い仕事とかして、連絡先もね、中学校の時携帯持ってなかったから連絡先も知らずで、家隣だからいつでも会えるかと思ってたら、結局ずっと中3の卒業式から一回も会ってない。たまちゃん元気か？でも私がアイドルになったことも知らないと思います、たまちゃん。やっぱ地元って変わっていくよね。そうやって何してるんだろうって思って久々会ったら全然もう顔わからんくなってるみたいな。寂しいね。みんな同窓会大事にしてください。同窓会は久々に会うイベントじゃなくて、もう一生会わない人がいるイベントです。誰かが言ってた、久々に会う人よりも、もうこの人とはもうこれで人生で最後かもって、そういう人の方が多いっていうの誰かが言ってました。だってめっちゃ多かったもん、私の地元の学校の生徒数。だからあんまりさ、その仲良くない子とかもいるわけじゃないですか。喋ったことない人とか、隣の隣の隣のクラスとか8クラスあったんですよ。だからなんか一回も喋ったことない人がもう山のようにいるわけですね。でそういう人とはもう連絡取ることもないから、成人式が最後かもってなるね。寂しい。だからまだ成人してない方は、ね、連絡先全員ゲットしてください。あ、そうか、ないのか。そうじゃん、オンライン Zoom でさ、もうすごい数の人が参加する。同窓会私行ったことないんですよ。でもさ、もう今私がさ、アイドルになったじゃないですか。同窓会行ったらなんかめっちゃ痩せていきたい。同窓会のためにもうめっちゃ断食とかして、もうガリガリでもう美人になっていきたい。おさきさん、やっぱ垢抜けたねと思われたいもん。ちょっと見え張りたい、地元あれみたいな、アイドルそんなもんかよみたいな思われたくない。なんか STU みんな可愛い子たくさんいるのに STU こんなもんかと思われるのが悔しいから、すごい頑張っていきたい。仮にあったらね。絶対ないけど、だって地元本当に8クラスとかあるから絶対ないです。集めるってなったら相当よ。8クラスはなかなか、何人結構いましたね、1クラスも。人数小学校の時はね、
1年生の時3クラスだったんですよ。で2年生から4クラスになって、ずっと小学校4クラスだったのに中学校になったら急に8クラスになってびっくりしたの。えっ、ー、と思って、8クラスってなった。え、待って、私めっちゃ喋ってるじゃん、びっくりした。1時間半も喋ってる。ちょっと終わろう、そろそろ。学校少なくなかったです。普通に他の隣の学校とかもすぐ近くにあって、同じくらいとか。もうなんかね、あれなの、多分転勤とかで。長崎さ、転勤族の人めっちゃ来るよね。なんでだろう、そういう貿易系の会社とか多いからなのかわかんないけど、転勤で引っ越してくる人とかめっちゃおるんよ。終わります。ちょっと今日はもう炎天下にずっとさらされてたから、ゆっくり休んで、明日も朝頑張ります。朝から パック忘れずにします。でもお風呂入ったから顔洗うだけ。頑張る、顔洗うの。顔洗うだけでさ、髪の毛をこうやってセットするじゃん、こうやってピンで留めて、マスカラリムーバーでこうやってさ、こうやってやるのが一番嫌いです、一番やだ。目に入るんよ、マスカラリムーバーって。頑張ろう。パックして寝ましょう。うん、いや、もう終わっちゃうじゃん一日が。ちょっと戻りたいな、12時間前に。じゃあみんな見てくれてありがとうございました。クレンジングはオイル、オイル派です。寝よう、みんな。ありがとう、木曜日の夜に見てくれて。では壇上を読みましょう。いきます。13位コウジさん、12位おみかんさん、11位みきみきさん、10位みぎたぴぽさん、9位ことぶきさん、8位ジョニーさん、7位ジロくん、6位クワドリさん、5位佐賀さん、4位しんちゃんさん、3位ひりやすみさん、2位トニさん、1位こうさん、ありがとうございました。タワーおめでとうございます。そしてこのイルカ口パッチもありがとうございました。ありがとうって言ってます。ありがとうなって言ってますよ、イルカ口パッチも。ではおやすみなさい。バイバイ。また明日。